C-41 現像はカラー写真におけるメガフィルムを現像する方法である。コダックが採用した方法で、その後現像における世界標準となった。C-41 プロセス、C-41 処方とも呼ぶ。C-41 現像は富士フィルムの CN-16 現像。 コニシロク写真工業の CNK-4 現像、アグファの AP-70 現像同様に知られており、大抵の写真仕上げ業務を行う店では、この現像を扱っている。C-41 現像処理済みのネガフィルムは、染料で作られた画像からなる。長期間で見ると、染料の不安定な性質から、経年による退色や色移りが起きる。 C-41 フィルムは、アセテートあるいはポリエステルをベースにできており、その上には、観光乳剤がコーティングされている。それぞれの階層は、可視光線の一定の色彩に対してのみ、感度があるものである。古典的な説明で言えば、3種類の観光乳剤がある。一つは、赤色感度のもの、もう一つは、緑色感度のもの、そして最後に、 青色感度のものである。もっとも上部の階層は青色感度である。青色層の下には黄色いフィルターがかかっており、線量あるいはコロイド状の銀が構成している。銀ベースの写真入剤はすべてそれがどの色に感度があるものであろうと青色の光に対する何らかの感度を持っている。このフィルターは青色の光を取り除く働きを持っており、 その下にある階層の観光を防いでいる。青色感度の階層と黄色いフィルターの下には、緑色と赤色の階層がある。この説明例は、大体のアウトラインは示すものの、実際のフィルムの設計とは、階層の数の点が違っている。ほとんどすべての C-41 フィルムは、それぞれの色彩に対して、感度を持つ、多数の階層からできている。 これらの階層の一つ一つが異なる速度とコントラストの性質を持っておりもっと広いレンジでの様々な光線の状態をカバーして正しく観光することを可能にしている多数の観光入材の階層に加えて実際のリアルなフィルムには光を感じない他の階層もある中には紫外線をカットする階層や傷から守る保護膜を 最上層にコーティングしているものもある。異なる乳剤、あるいは付加的なフィルターの階層にも余地を残しているようだ。C-41 は通常の黒白フィルムに対しては行うことはできない。それぞれの乳剤階層は観光成分に加えて染料結合という薬品が含まれている。青色、緑色、赤色の階層にある、この結合剤は それぞれ、イエローマゼンタシアンの染料を生み出し、その時に、現像が成立し、色彩の像が結ばれる。C-41 現像は、製造会社の異なる現像薬剤が微妙に、異なるとはいえ、すべての C-41 フィルムに共通なものである。露光後、フィルムは、カラー現像液の中で現像される。現像液の重要な成分は、 CD-4 として知られるパラフェニレンジアミンベースの薬品である。現像液は観光乳材層に銀を発現させる。銀が発現していくにつれ、酸化した現像液は染料結合に反応して、結果として染料による色彩をもたらす。温度の調節を行い、現像液の中でフィルムを攪拌することが重要で、これが どのように行われたかが決め手になって、正確に結果として出てくるものである。温度を間違うと、深刻な色移りを起こしたり、現像が足りなかったり過剰だったりといった結果となる。次に、現像液が生成した銀を漂白剤が剥がす。その次には、定着剤が露光せず現像されなかったハロゲン化銀を剥がす。 洗浄し、最後に安定剤とすすぎで、現像処理の過程は完結する。現像処理の過程を単純化することもできる。結合 H レンジアミン良い酸を使用して、現像液が生成した銀を溶解し、現像されなかったハロゲン化銀を剥がす方法である。この方法は、商業的な C-41 現像の業者は行っておらず、家庭へあるいは野外で行われている。 黒白フィルムの現像と同様に C-41 現像は増感現像に使用できる。フィルムの複雑さと現像の厳格な性質から様々な現像結果がもたらされる。黒白フィルムのネガと同様に現像は一般にコントラストが灰気味になったり時に粒子が灰気味になったネガをもたらす。現像済みのネガフィルムは因果、つまり フィルム上の最も暗い箇所は、もともとは最も明るい箇所だということなのである。ほとんどすべての C-41 フィルムは、負荷的なオレンジ色のマスクを含有しており、フィルムの持つ線量の光学的な弱点を相殺する、働きを持っている。このような C-41 フィルムは、直接に見ると、オレンジ色に見える。カラーの印刷物の構成において、 オレンジ色の基礎が相殺する。C-41 フィルムの中には、スキャニングを意図して、このオレンジ色の基礎を持たないものもある。仕上げ済みのネガフィルムは、カラーアインガシを使用して、ポジ画像を生じるようにプリントされる。コダック BW400 から2フィルムを C-41 現像した例。C-41 現像は通常、カラー現像であるとみなされているが、 2014年12月現在、英国のイルフォードが、XP にスーパーという C-41、黒白フィルムを製造している。過去には、コダックは、BW400CN、富士フィルムはネオパン 400CN を同様に、製造していた。これらの黒白フィルムは、C、C-41 カラーフィルムと同じように、現像することで入材の中で染料が形成される。 しかしこれらの黒白フィルムは多数の階層を持っているもののすべての階層がすべての色彩の光に観光し黒い線量を生み出すように設計されている結果として黒白の画像が生じるコダック BW400CN は C-41 カラーフィルムと同じオレンジ基層を持っているイルフォード XP にスーパーと富士フィルムネオパン 400CN の基礎は透明である。コダックのこのオレンジ基礎があるおかげで、標準的なカラープリント機でも正しい黒色が得られるわけだが、多品種の黒白用紙にプリントするのは難しく、焼き付けにおいてコントラストに限定が生じる。反対に透明基礎のイルフォードおよび富士フィルムでは、カラー用の因ガシにオフカラー焼き付けができることがあるが、 他の黒白フィルムのように黒白写真用因菓紙に工学的に焼き付けができる。現像の原理が通常の黒白フィルムとは全く異なるため、これらのフィルムから得られるプリントはそれとは異なったものとなる。通常の黒白フィルムから得られる画像には画像を形作る。個別の銀の欠片が粒子に見えるために特有の粒状感がある。しかしながら、 C-41 フィルムの画像には、銀は含まれておらず線量で画像を生成している。そのため黒白フィルム特有の粒状感を持たない、プリントとなる。写真家の中には、交通管使用のフィルムやコダックのテクニカルパンといった、ハイコントラストの黒白フィルムを現像するのに、C、C-41 の現像液を使用していたものも、いた。 これはコントラストを低くする方法である。この応用では、銀色の画像だけが形成される。画像が破壊されるため C-41 現像の、漂白の工程は使用しない。リバーサルフィルムを C-41 現像した例。クロス現像。E-6 現像用のリバーサルフィルムに対して、メガフィルムに、色彩のシフトとより、 強度な彩度をもたらす C-41 現像を行うクロス現像も原理的には可能である。その反対に C-41 フィルムもポジ画像に対してオレンジマスクによって強い緑色の色調を生み出す E-6 現像を行うことができる。ブランドとフィルム感度に変化をつけることは明るさ、飽和した色彩、ハイコントラストを生み出す違った。 独特の色彩のシフトを生み出す。C-41 用のフィルムは、標準的な黒白現像用の薬品で、現像することができ、黒白のネガ画像を得られる。ネガフィルムは、オレンジマスクの一部により、コントラストが低くなったり、曇りを生じる。C-41 現像における4翼処理は、下記の工程を持つ。以下は、シンクライン現像機。 あるいは現像タンクによる手現像におけるコダックが指定する処方である。それぞれの所要時間は液体排出の10秒を含む。現像は全暗室で漂白以降は10日で作業可能である。現像から現像液3分15秒摂氏38度前後、拡拌する漂白から漂白液6分30秒24摂氏41度。 攪拌、通気する水泉から、水、3分15秒、24摂氏41度、攪拌し水で洗い流す定着から、定着液、補充液、6分30秒、24摂氏41度、攪拌する水泉から、水、3分15秒、24摂氏41度、攪拌し水で洗い流す安定安定液、1分30秒、24摂氏41度、 攪拌する乾燥時間は必要なだけ24摂氏43度 C-41 現像における2億処理は下記の工程を持つ。何和カラーキット1リットルを使用した手現像の場合、それぞれの所要時間は液体排出の15秒を含む。発色現像、漂白定着は全暗室で、水洗乾燥は10日で作業可能である。 発色現像から、発色現像液、5分30秒、摂氏30度前後、攪拌する漂白定着から、漂白定着液、6分45秒、摂氏30度前後、攪拌する水仙流水、3分15秒、25、摂氏40度乾燥時間は、必要なだけ、摂氏40度以下。ありがとうございます。